リング・ラードナーは、アメリカ合衆国の作家、ジャーナリスト。ジャーナリストで、脚本家のリング・ラードナー・ジュニアは息子にあたる。ミシガン州の裕福な家庭に生まれ、高校卒業後に、いくつかの職を経てから、新聞サウスベンド・トリビューンの記者として働く。後にシカゴ・トリビューンに移ってからは、記事が全米で掲載され、コラムニストとして有名となる。新聞や 雑誌の仕事の傍らで、野球を題材にしたユーモア小説ユーノーメー L を発表、人気を呼ぶ。また当時シカゴホワイトソックスの現役当主だった、ドクホワイトと共に、エイリトルパフオブスモークグッドナイトや、G i ツ、A ワンダフルゲーム等の曲を世に出している。1919年、家族と共に、ニューヨークへ移り住み、短編集、大都会を発表。 それ以後も、スポーツ選手、俳優、警官、金婚式の夫婦、看護婦、裕福な家庭の妻、床屋などアメリカの様々な人々を題材とした短編小説を執筆する。ラードナーの作品は、サタデーイブニングポストやコスモポリタンなどの雑誌に掲載され、1910年代から1920年代を中心に作家活動を続けた。言い訳をする。 野球選手を描いたアリバイアイクの影響により言い訳をする人物を指す俗語としてアリバイアイクが広まったこともある。著名な友人としてスコット・フィッツ・ジェラルドや編集者のマックス・パーキンズが知られている。1963年に野球作家にとって最も権威のある賞、J.G. テイラー・スピンク賞を受賞した。ありがとうございます。